ここからは石田英二さんでございますおはようございます、はい、おはようございますよろしくお願いいたします,ししま,すまずはこちらからです政府の東半島復興で予備費1,396億円を追加支出へでございます。 政府は28日の閣議で能登半島地震からの復旧・復興をさらに支援するため今年の予算の予備費から1396億円を追加で支出することを決めましたえ今回の地震を受けた予備費の支出は5回目となるんですが、まあ、この最近よく聞きます予備費というものは一体何ぞやということであるんですがこのあたり含めて石田さんに解説してもらいましょう、はいあのー、ちょっと予備費の使い方がひどいぞということを今日言いたいんで、うん、えっとそもそも予備費とは何 ななんんぞやとということなんですけどもね、まあ、例えばおうまで家計を預かっている方になりますと、はいまあ、例えばこれぐらい食費、うん、これぐらいはまあ子どもの教育費でも何のあれ分からんから何だろうか分からんから、はい、3万だけは別の封筒に入れて置いとこうかとかんですね。はい <laughs> イメージ、ねイメージこれが予備費です。だから本来、予算っていうのはこれに何ぼ、例えば文教費いくら、公共工事にいくらとかで、予備費、当然、世の中何が起こりゃ分かりませんから、予備費っていうのは、ずっと昔から予算の中に入れとくわけですよ、多いのはやっぱりね、突破的な災害と、あと景気変動、急激な景気変動で、例えばなんか補助金出すなあかんと。 まあ今でも電気とかガソリンとか出てますよね。で安南がまあに置いておくのが予備費なんですけど、だいたいね昔から五千億なんです。予備費っていうのはもう予算の中で五千億で予備費っていうのは何に使うかはわかんないわけですよ。でだからその使い道はこの予算をただ予備費五千億となってるけどこれは何に使いますか決まってない。今後決まるということで決まるときは 何に使うかうかといのは閣議でで決めるんです、はい、でそれがまあ予備費の最大のポイントで、普通、予算っていうのは、こういうものに使えますよ、こういうものに使えますよというて、うんえ、国会の中で審議をしていただいて、OK、うん、となったらそれに使うというのが、うん、予算ですよね。うん、予備費っていうのは、予算の中に入ってるけども、うん、何に使えば分かりまへんでと、あとで閣議で、後後付けでこれに使えますよということを決めますけども、うん、それはあのー、国会通しまへんでというのが予備費なんですよ。うん ものすごいだから時の政権にとってものすごい都合をね最で。で、これが大体5,000億でこれ一気に増えたのがコロナなんですねコロナの時ってさこれは僕悪いとは思わないだってどう何や思ってら分るのうのですもんねのそれにそのえまああの時もそのワクチンできましたけどワクチンが一体いくらで何人分日本に回ってくるのかが分かんないでそれも注射器もなんか特殊なのがいるよとかなったり一体い,いくらいいんねん でいろんなその景気対策も含めてね分からへんから予備費一気に10兆円積んだんですよ。毎年5千0 0億円、20倍積んだんです。うん、で、えー、それでコロナはまあなんとか残る、これね、ややこしいんですよ、予備費ってね、繰り越せないんですよ。ああ、なるほど。来年用にまた、うん、来年にこれ使えへんだから、はい、来年残すっていてのはできない。 コロナ対策費のところに例えばボンと5兆円積んでしもたらこのこれは繰り越せるわけ。予備費は繰り越せないよ。したけどそのなんとか費で入れてしもたらそれが年度内に使い切れへんだから来年これ繰り越しますってのはできるわけですねそうういもんなですよ。予備費の繰り越しはできへんけどだから大抵ねコロナの時もそうですわ。コロナの例えばその中小企業対策費いのしといて。 使わへんだ分はじゃあ来年これは繰り越しねやねんけどうん、うん、実質は予備費の繰り越しになっとるわけですけどね。うんうん、そうですねだけどまあそこはそういうやり方積むのね。うん、で、えー、最初の年2020年かが、うん、あざっくり10兆円積んだんですね。うんえー、9兆6,500億か積んだんですけどもその次の年もその次の年もその次の年も。 ずずっと5兆円ずっと積んでるんででるす<ー>もうコロナ終わっておからもうコロナも大して昔はどっかにかかってへんでうん、うん、となっても5兆円積んでるんですね。うん、でと、まあ、予算がね114兆2023年でいうと114兆のうちの5兆円なんでこれはどれぐらいかというと公共工事費が6兆円かかなほまんまのだから日本の公共工事に匹敵するぐらいのお金を予備費で積んだわけ。これを 何に使ったかいうと、まあ、一つにはその、うん、電気代、ガス代の補助金ですね。うん、これま、また再開するって言いますねそうですね。うん、急にまたまあまあ、うんうん。ね、これはあの再開するって言っに関しては、予算は今年度の予備費をあてるようるわけですよ。うん、新たに、だからこれ、再開することに対して国会で審議するとはなってない。はい、するとまたなんか言われるからね、<laughs> あもうええやろとか、うん、いや、それはいつまでやんねえとか。うん えー、でもまあ自民党としてはまあ与党としてはまあある種ね、えー、有権者のまあまあそうですね、えー、まあねによく思われたいわけで、えー、皆さんガス代電気代乗り切りましょうお金あげますよって言いす何分ぐらいや、えー、っとガス代と合わせたら2000円ぐらいかな一般世帯で、はい、そうですね。をまあまた補助するんですが、うん、まあ、まあ、今までの補助と一緒ぐらい、うん、ちょっと一旦またが高なるけどまた戻るっていう,こう、はい、図式なんですけど。 でこれをこの議論をしてないんですだから予備費でまた皆さんの電気代ガス代を回しますよって言うかときにそれ例えば国会でやったらねそれはさずっとちゃうやんってどうせずっとこんなことやるわけもちゃうやろうしいつまでやんねんっていうことも含めて例えば再エネ賦課金なくしたらどうとかこんな言い方したら俺新聞社の人に怒られやすいけど 新聞が軽減税率やのになんで電気ガスが軽減税率ちゃうんどう考えてもこっちは軽減税率やのという議論になるのが嫌なのよということはもう閣議で決められる予備費で終わって通した方がくまあ痛い腹ではないんでしょうけども痛い腹でもね一番嫌なのはガソリンが一番分かりやすいかなそんなことやったらもう暫定税率なくせよとあ府 特に財務省は、うん、一旦増やした税金をへつるのは一番嫌なそれやったらもうあのお金渡すから事実、うん、へつったことにするから <laughs>、うん、あのへつらんといてって、はいうもです、ね、ね<ー>もっそい嫌なのね。 それれがもう透けてて見えてるやんこれ、うん、あの高橋さんがこの震災があったときに、うん、これどうして予備費あの、そのための補正予算組まずに予備費対応するんだってことはずっとおっしゃって,てそうです、僕、ずっと思ってて、実は、ねうん、今までいろんな大きな震災ありました、昔もまあ,、うんあまあ、まあ、それこそ阪神・淡路大震災が95年から、ここから先ぐらいでも考えてもいいんですけど、うん、いろんな震災が起こってますよ、うん、でそれが全部補正予算で、うんはい、1か月以内にやったんです。うん、例えば一番 年度ぎりぎりやったんが、東日本大震災ですね、3月の11日ですからね、その後二20日でその年度終わるやんか、そこからでも補正予算作ってましたかだからできるんですよ、全然できる、すごい、全部阪神・淡路大震災以降の熊本地震も含めて、北海道の地震とかも含めて、全部起きてから1か月で補正予算、だからこれ、後でおっしゃったんですけど、どうして補正予算組まなかったんですかね。逆に組まない理由って 何ななのかなと予備費を、うん、俺、予備費っていうのは、もう政権にとって都合のえい財布なんですね。これをへつりたくないという気持ちはずっとあると思うんですよ。はあ、で、うん、まあ言うたらその、今回、予備費要素余ってるやんと。うんはい、で、コロナの時もまだ5兆、ま、だ,だ。今はね、うんうん、2>, 2兆ちょいまで減った、それでも毎年5000億比べたら、オッケーでしょ。 能都、えー、半島の地震で予備費これ5回やってるんですよ。うん、5回合わせても5500億なんで、うん、ええー、2兆円あるの先生今予備費が確か。はい、そのうちの1兆は、うん、1> その、えー、ガソリン代、電気代に使う予定。残り1兆が本来の予備費である災害に回す。これはま僕は間違ってないと思いますよ。よ、うん、でも予備費を備えに回さんでも、うん、5000億ぐらいで残りは 補正予算組みなさいよっていうのが元来の政治なんですよね。うんうん、だからそれは予備費行参あるからその方が俺たち使いだよ使えるやんっていうのは。だから言い分としてはいや実質それはちゃんと予備費から支出しますので、うん、あの復興の妨げになるもんではないですよっていうことは言いたいということなんですよ、ね、そうなんですよ。うん、そうなんですけどそこはもういや備えに与党だけ勝手にやってええのと。うん、で今回まあちょうど 能登、ね、半島の地震発生から半年ということでいろんなニュースもですねなってましたけど。 ぐらい進んで本当にあの特にね熊本地震と比較されることもあるんですけど半年たっていった時に例えばまだ避難してらっしゃる方が2,000人超えてらっしゃるとかあとまだね納屋とかで住んではるとか大勢いてはるっていう状態ねで今やっとその集団移転の話は出てますけどもこれは随分とまたすごい大きな話ですぐ「はいわかりました」ってやれるもんでもないやろうからとりあえずは。 瓦礫の撤去せなあかんやん、ああしてへんやん、これって、僕わかんないですよそのじゃ補正予算を組んでたら、うん、これはもっと早く進むのかどうなのかっていうと、うんえっと、補正予算も、それはわ、まあ、かんないんですけども、補正予算組む段階で、国会で論議があるわけですよそうですよね、うん、でその優先順位を国会の中で決めるわけで、それやったら進んだかもしれない。ああ つまりもう議題に上がらずに、うちうち閣議の中で決めちゃうっいことは、深い話にならず、例えば、現地、どれぐらいとかその人が政治家が現地行ってるのか知らんけど、全然まだ道通られへんでと、例の倒れたビルもまだ倒れたままねんで、半年経ってで。そうですね だから改めて思いますけど、まあ、国会もね、あの四六時中、全部の議論をわれわれもなかなか見聞きするってのはないんですけど、やっぱりそこのところでしっかりこの予算は何のために使うのかと、うんえー、議員が議論をするということが、むちゃくちゃゃく大事なんですよねそ。そうですね、例えばその避難所やね、仮設住宅にこれだけお金かかります、あもうそれはそうですね、うん、ということやし、まあ、道路の復旧、あ コールですかかります。そうですね。うん、って言うんだけども、ひょっとしたら道路の復旧ってもっと早さになる。うん、<laughs> いやあ、そうだよね。なんで今頃そんな話してねでは。 僕は思うんですけどねだからまあ本当その半年という不使命でねまた我々もこういろんな形でまたそこを目の当たりするわけなんですが改めてそれ待ってる方からしたら「はよしてくれよ」っていう思うんですよ。ちょっとね自分たちは捨てられてんじゃないかという気持ちになるとはすごくあるでしょうねあれは。あんまりにもちょっとひどくって僕前の特番の時でも「はよ補正予算組まなかったですよ」って言ってみんなずっと思ってるんですよ。ずっと この予備費で積、身に積んだ予備費で、またやるということで。うんうん、ごっつい金やで、自分はまあ、そうですよね。五万円、五兆円言ったら、うん、国民全員に四万円配れねで。うん、あ、それぐらいになりますか。そっかあ、まあ、結構な金額ですよ、ね。うん、ごっつい金やで。はい。さ、それでは続いていきましょう、こちらでございます。さ時刻六時三十七分回りました。プールの水を止め忘れて、水道代四十万円が無駄に。 東京・江戸川区のお話ですが28日区立の2つの小学校でプールのまあ注水作業後に教員がこの水を止め忘れまして水道料金に直して40万円以上の水が流出したと発表いたしましてそこの2つの学校ともですね校長が損失額を負担することを申し出ていまして区の教育委員会が対応を協議しているということなんですがこれあの毎年のように、はい、あの耳にするこの水の。 止め忘れ事故昨日なんか大阪でもニュースになっかったかなたか、ねえー、去年は川崎でその賠償責任をめぐって学校側にクレームの電話が鳴り続けるという事態もありましてで多くの判決では損害の5割から8割の請求が妥当としてるようなんですが、うん、さあこの話というのは一体どこに行く これ、毎年ね、いろんな学校であって、きっとそれぞれの学校で注意してらっしゃると思うんですよ、それでもやっぱり、こりうるんですねねれは人間のうっかりさんっていうのはね、あって、さっきまた詳しく話しますけど、さっきの川崎のプールは、ちょっとほんまに先生が、これは複雑なシステムを当てて、うわ、うっかりもするよなみたいなシステムなんだけどね、とにかく人間ってうっかりするやん。だってて自分もおお風呂のの湯止めるるたことあ 気持ちとしてはね,ねああしかも時間もかかるでしょうしそうそうただまあプールはほんのりでかいからねそ <laughs>、ね、うな、ん、のでしかもあの今の時期が多いのは、はい、これからプール開けに向けて、うんえー、まあまあ申してると思うけどねあ一旦まあ綺麗、まあ、にせなあかんし一旦、うん、たはるじゃないですか、うん、その作業の時に、えー、日常的に <laughs> やってんこと急にやったっすよね。あ、趣味、ね、忘れやる。で、先生も気の毒なんやけどね。で、これがあのー、まず、どっからいこうが、プールの水の出しっぱなしは誰が責任を負うのかというと。さあ、そこですよね。これ、ちゃんと法律がありまして。うん、法律がある。んですか法律があんねん、これ。えー、あ、大きな法律ですよ。プールの水出し忘れてしうと。はい。あるんです。あの、えー、ホールの水じゃないけど。こ 国家賠償法っていうのがあってあ<ー>これ国家賠償となってますけどもあの国家公務員も地方公務員も対象です,です、ね、要は公務員が対象なんですけどちょっとね難しい法律用語って難しく書いてあるから、うん、若干違して言うと、うん、国とか公共団体自治体の公務員が、はい、その職務において、うん、故意または過失によって他人に損害を与えた時は、はい、国またはその公共自治体が賠償責任を負う。 ほうほらね、のまあ例えばうっかりなんかし,たしてしまったときに、<ー>うっかりね、故意も入ってるんですよ。故意も入ってるんですっかりも入ってるんですあプールの場合は故はないんで、まあ、うっかりで絞りたいと思うんだけども、ももわざとも入ってますこういう場合は国、公務員が悪いことして誰かに損害を与えたときは、うん、国ないし、その公民が地方公務員の場合は、自治体が。 え弁償しなさい。ういう自治体が弁償することにならないんですか。なる。それが一一個です。第一個、第二個があるんです。何ですかここがポイントで。第二個なんです。ただしただし公務員に故意ま,<ー>または重大な過失があったとき。ああ。故意または重大な過失があったときは国または自治体はその公務員に対してまあ求償権って難しい言葉。うん、要はね肩代わりした分を 返してもらう権利がある。うん、重大な過失は。なんぞやという話ですね。ねプールの線のしみ忘れは。重大な過失に当たるかどうかは、本んはもっと議論してもええと思うんですよ。うん、そうですね。この法律が。はい、で、言うてんのは。第一項では。うんえー 国とか、えー、自治体の公務員が、はいえー、他人に損害を与えた時は、うん、損,損害を与えた時は、えー、自治体なり国なりが弁償しましそうです、ね、で、その公務員がもの,ものすごいうっかりとか、うん、ものすごい重大な過失でそれを犯してしまった時は、うんえー、その公務員に対して自治体なり国が,国,が国側が、うん 肩代わりしたら金返せという権利がありますよっていうのが国家賠償法です。まずこれかってらということで今のところ先生がうっかり自治体に損害を与えたわけですね、この場合はね、自治体がお金払うわけですその場合は自治体が肩代わりしてる損を先生に返してって言える。し その場合も今までの判例か何か今おば、まあ、ちゃんが言うたけど、はい、全額はもうええわと、うん、まあ君もな別に悪い子しょうもで会ったわけちゃうし、うん、もう人間うっかりするしな、うん、だこの法律に基づいて全額返せやのうて,って半分返してっていうのが大体通例なわけです、はいはい、ね、うん、で,、はい、でそれは誰に言うてるかやなっていうととりあえずは 先先生と校長半分返して。やって100万円水代がオーバーしました、はい、これはあのーまあ、税金自治体にしろ国にしろ税金から払われるわけ、ね、ですね。でそれはまあ損受けてるのはそこの住んでる人っていうことになるんだけど、うん、税金納税者っていうことなんだけど、うん、その人のお,お金をで払ったから、うん、それは自治体が払うから、はい、半分君らを払ってっていうのが。はいはいはい 通,通例こ,んこれなそれはそうで,で今まではそうしてたんですよね半分が通例やったで,、うんでえー、そこはまあ根拠ないね、うんな半分でその半分を校長先生と先生でどうも分け分けしてるいなでこれに関しては誰も踏み込む世界じゃん、うん、もうそれはもう校長先生と 先生で、な校長先生だったら、もう君給料安いからな。でも校長先生とって、びっくりするほど、もうで張るわけじゃない。わしもな、息子が、まあ、今年からでかくいって、金いいんやみたいなこと。はい、でも、これ、去年のね、うん、川崎市の例をちょっと、改めて振り返ると。 えとまあ、先生が、えー、プールのスイッチをです、ね、操作してて水を入れ始めましたと、うんはい、で、えー、ろ過装置の誤作動を鳴らせる警報音が鳴ったんでそれを止めようとしてブレーカーを落としたと、うん、で先生は注水スイッチを切ったつもりがブレーカーが落ちたままで機能せずにそのまま水がずっと出続けてて。 で、えー、お水が流れ流れて、プール6杯分、190万円。これね、ちょっとね、補足すると、うん、そう今言うときは、ろ装置がまずね、うん、だってそこに水がない以上、空だけ状態になるわけやから、ねうん、ビー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 になるわけ、うん、でこんなもん、でまた授業中がなんかでうるさいから、先生はブレーカー落として、うんまあ、ビッて切って、っうん、ほんで、その後ずーっと入っていって、 <で>うん、今度水止めるときに止めたらブレーカー落としてたからその結局ずっと流れっぱなしになってるという状態なんですこれ運の悪い話に、うん、このプールが最近ある校舎の屋上にあった、うん、はは最近ね場所ないから校舎の屋上プールってあるのそ,、えー、そうすると例えばね、うん、僕らが小学校の時の,あの校庭にあるプールやと、うんはい、誰かがおいて冷凍でけど 校舎の屋上にある以上、うん、屋上屋って普通子ども入ったらあかんし<ー>それこそそ,のそ,う,、ま、あのそういうはい、はい、技術員の人<ー>が回る時しか。<ー> そうです、ね、チェックせえへんでしょだからストロー下までで行かなかなったんすだからそれはもうずず,ずっとなんていうの排水口から水へ <laughs> 排水口から行って何かそうそう。校舎中全部水浸しになっかでも流れ流れたその百九十万円分となったと、うん、でさ今石田さんが言ったようにその半分の九十五万円を、うんえー、市の教育委員会が、えー、先生と校長に請求したとでこの報道が出たら電話とメールが学校にじゃんじゃん てその個人の先生の、うん、あるいは校長先生にそんな請求するとはもう何事だと、うんうん、そのことを言わるから先生のなり手がなくなるんじゃないかとえらいメッセージがやってきたそっち側でまだよかったですけどね。これ,こ,れこ,れこれ川崎氏が「あのいやあ,あの,そのプールの水の話と先生のなり手の話は別ですよ」って言うたらおもろかったけど半分払いますので、まあ、先生 でも校長先生もその先生と校長先生がどう分けたかは知らんねんけどもうそれでいい言うてはるからでもねやっぱりね教職組合とかねああその辺はねちょっと待てとこれつああいつまでこんなことすんのっていうのいや95万これ半々でね、うん、降りた「おい俺嫁はんよう言わんわ」<笑><笑>んな,なかを やってしまったとして「上泉さん私100万払わないといけなくなったんです50万円ちょっと」って言った時に断れます んかそのもういろんなことを考えて山崎にとっての50万と俺にとっての50万の違いとか。多分な冷静に考えたら今お前の方が稼いでると思ういやいや。絶対親上ちゃんの方が可処分所得という意味ではかわいそうやねんけどでもほんまに校長先生もお立場上ねそれは多分んていうのノーとは言われへんと思うのよ。これでも今回去年の川崎は珍しく払ったことに対してかわいそうやないかいという声がネットとかでも上がって。実はその逆があってね 2015年なんですけど、うんはい、東京の都立高校でやっぱりバブルバブルブの締め忘れで120万ほど、うん、ね、うん、でこれを、まあ、いつものあれでも半分はじゃ東京都が持ちましょうと、うん、残り60万は先生らで払 <laughs> ってくださいねと言うてやったのねいつもの通りやったら住民監査請求起これは自治体が半分負担したっていうのは、うん、これはあの不当な公金指数にあたる。 うん、全額先生たちに払わすべきであるという住民監査請求が起こされるーーこの理屈もあるやろなんでまあ,、ね、まあ言うたで自分たちの税金を使うねと、うん、それをうっかりした人間に全部払わさなあかんないかいという住民監査請求を起こし去ったんだけどもその時の監査結果は、うん、いやまあ あのまあおっしゃっていること分かりますけど、全国つつ浦々これいっぱいある話で、大抵これ半分半分見せますねと。だ、うん、からもう住民監査請求もこれは不当な、妥当な、あのー、まあ結果であって。はい、不当な貢献しずはないという結果になったんですよ。でもあれですね、この次にあるそんな時のためにっていう。<あ>これがそうそうすごいですね。これがね、なかなか笑っちゃうんですけど、これ保険があるんですね。はい、聞いておきましょう、こちらです。そんな時に知っておきたい。 教職員損害賠償保険。 この本当夏の風物詩となっているプールの水問題なんですが。学校の管理体制を整えたり、マニュアルを徹底したり。まあ、先生どうして確認し合ったりという対策強化、これまあミスなんですけど。まあ、それでも人間というのは悲しいかな、ミスを起こす生き物なんですよね。え、そんな業務上のリスクに備えた。先生に向けた保険があるということで。教職員損害賠償保険というものを、お医者さんぜひ、はい。あの共済保険ですね。うん、で、あの、まあ、先生が入る。 強制保険で、えっとこういうあの損害賠償金だけはなくてね、うん、ちょっとした自分たちの怪我の前の見舞金ぐらいのお金とかも含めて、<ー>大体月掛け金月千円弱ぐらいです。個人で入るんですか？個人で入ります。<ー>個人で入ります。はい、で、これがね、あのー、でどういったかな、えっと先生が。うん 業務中のミスで損害賠償せなあかんくなった時の保証に出るようになったのは2011年からなんですよ。こ13年。ほ比較的新しいですね。ところが年々、これ入る人も増えてるんだけども、うん、年々支出が増えていく。あら。これプールだけちゃうね。<あ>いろいろあるねん。あのね、うんうん、例えばね、あ、なるほどなと思って、あの、まあ、先生で大変なと思うんだけど、政党、うん、のいじめ問題があった。で、いじめ問題で、ーシート校長先生とその の先生が訴えられた親御さんから。で裁判して買ったんです。買ってそれは損害賠償は千でええとなった。だけども弁護士さんに払うお金があるこれが30万以上あってこれは保険から支払われたとかさあとこれもよくこれ書いてあったその教職員教んにこんな例がありましたって書いてあんだんけど卒業アルバム。 で、まず先生に「これ間違ってませんか?」って来んねやお宅の。でバッといて「ああこれは岩泉 U1 やな」よう見たら岩泉 U 字になっとんてんけど気がつかへんで「U1 で言っちゃったまあまあ U1 やと思ってほいでもうできたから「あれこれ裕二なってるすいません全部回収でのっぺんやるなしてお金ますから」ってなってそのお金をじゃあ払いますとなって。 で、それがまあ何十万か先生が払くなったのは保険が下りたとかでもそれまあのいや全然あると思うんですけどそれいらしたら多分いろんなもんなんだろなあまあそれもしなかったよなも運動会延期になったのにうっかり給食止めるの忘れたとかああありそう。これあ保険払った。あとね、こんなもんああ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 あの方ああ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 あ 草ぼうぼうやったから、うん、先生があの草刈り機でビーンってやってたら、うん、たあれで小石が飛んで飛ぶでしょあれ下手したら、はい、飛んで向こうの糸たら車に当たって車がって気づいて、うん、その弁償性言われて、うん、はあ 先生も <laughs> まあこれは保険入ってはったからえまあその保険で払いましたとかそういう保険があるっていうことですよ。これでも言うようにそれ聞いてったらあのなんてんていうですか対象となるものの範囲がかなり広いですね。でまあこういう支払額が年々増えてるという。<うん S 2> ということはその掛け金も今後増えていくんですかね。そうでしょうかねまあ今900円で今いけてるみたいですよ。 なんか辛い。<laughs> それは、先生のなりってなくなるわ。いや、それとこれとは別です、ね。<laughs> いや、それはそうなんで、そこはちょっと、<laughs> あの。それこそ、その保険のお金は払っ、共済、うん、金は、なお金を払ってあげてほしい。ってことは、今回のプールの水なんていうのは、うん、今回その保険所先生入ってはったら。これ上限三千万なんで、全然出ますよ。あ出るのは出るんです。<ー>うん、まあ、それやったらやねんけどな。 あの本当に頃れはっかりやっぱほんまに皆さん <laughs>、ね、水道の蛇口も一度も <laughs> 自分の家から続いてこちらです <laughs> 高齢者4人が被害に遭いました新紙幣詐欺にご注意ください さあ、20年ぶりとなる新紙幣、えー、本日発行ということでございまして、で、警視庁によりますと、この新しい紙幣をめぐりまして、東京都内で3月以降に、新しい紙幣と交換しますなどと嘘を言われまして、高齢者が現金を騙し取られるという被害が出ていて、さあ、全国各地でご注意くださいという呼びかけが続いているという。こういうのもやっぱり時代反映すんねんなと思うんだけども、20年前の今の紙幣が新紙幣として出たとき、うん はあのほぼこういうあの詐欺電話よりも偽札が出たんですよ。うん、ああそううんやっぱりあのスキャナーとかカラーコピーとかがすごい発達して,たししてきてた時から、はいはい、それで偽札作るやつがおったよ。出る前にいやだから出たやつをす,<あ>すぐにやるほうほいでね今回のは偽札は無理なんです。 皆さん、置いててください。今回、新しいお札を回ってきますね。の衝動はありません。篠崎さんとか津田梅子さんとか、お札をちょっと傾けると、彼ら、彼女らが横を向くんです。こんな技術、日本だけだで。すごい技術らしいですね。これをやってもらうと、偽札かどうか分かるんで、偽札はもう出る幕ないわけです。るとは今度 電話で襲で嘘てくる、うん、でい,いくつか、まあうわちゃんさっき言った、うん、例えば、あのい新しい古いお札はもう使えへんのになるんですわ、うん、で新しいお札と交換します言って、うま、ん、いこと言って、預かります、じゃ新しいやつ持ってきませ、ねうんって持ってきへんという、うんうん、これが一番パターン。そうあのほんまあ、どうそういうの引っかかるんかなと思うんですけど、引っかかっちゃうね、かかで人間って。のは 今あるお金も何やったら、えー、昔のある一円札も使えますよ、うん、だからうん、うん、古くから使えませんってことは絶対ないんで、うん、あの,あのそこは騙されないでしい、うん、もう一つそのあの持ってはるやつそれ偽札ですわ、うんうん、で交換しましょうまたこれまた取られるいろいろあるんですよねあの交換のためにお宅の家まで、うん、あ,あのお札取りに行きますわと。うんで 行ったやつに預けてくださいと。うん、これはもう、俺、俺、さっきと一緒やな、うんあの。どうでしょうね。そんなに引っかかるんやって思っちゃいますけど、自分がいざ当事者となった時に、はい、やっぱりそういうのって、ああ、そういうこともあるのかなと思うんですかね。あとね、こんなこと言ってください。<う>あの、あの財務省なんですけども、みたいな。うん、財務省のもんですけども、うん、実は今ね。 おさ新しいお札出ましたけども、うん、これから何枚出していくか、うん、ちょっと今調査してるんですと、うん、ね、うん、で、えー、もしお宅に古いお札があればそれが交換されるわけですから、うん、何枚ぐらい出さなあかんかちょっと調査するんで、うん、あの今から人を生かしますんでちょっとその人に預けてもらえます、うん、なんとのそれっぽいですね。でいう国が言ってるのは、まあ、金融機関とかましてや行政が、うん、この 新しいお札を交換するとか、これ絶対ないんで、第三者にお金を預けることは絶対にしないでください。あとね、こんなねで、これ警察は全部出るの。今こんなこと言ってきてます。あのお宅タンス預金してありますやろ。とそこそこある。いやもう学校は言わんで結構、大体わかります。それねやってるとね、税務税務署から調査入るんです。ね。 でなのでちょっとうちがいっぺん預かっときますわ <laughs> <laughs> か預かるという言葉はよくない,だか,かないだからね、うん、ああの預けることありますそのちゃんとした金融機関以外でもそういう名乗ったらそうなるんでしょうねう,なだう,うまいこと言うよねでま真ちゃんもさっき言ったけど、ね、僕も昔からこう詐欺っていろいろ取材してると、うん、詐欺師の頭の中で一つ 要は制度が変わるときルールが変わるときが詐欺の大チャンスですよね。今度からこうなりますみたいな大チャンスで札変わるなんてもうだからこれだけいろんなうちだけじゃなくていろんな番組とかでも新聞でもやってるじゃないですかこれだけでやってもまたあるんでしょうね。でもううあのれ よでやなと思うんだけどまされたこれは騙された。あのうちちょっと国から業務委託されて調査してるんですけど新しくお札出ましたやんかあれで全国の ATM がちゃんとそのお金が反応するかどうかちゃんと全部調査してるんです。ちょうど あの今オタクにあのたまたまサンプルで選ばれたんで、うん、すいませんけど今オタクのお札を持って ATM 行って入れてもらえますか、うん、はあ<ー>嫌ですって言われ <laughs> でそれで入れたがでこの番号教えてくださいって言われたら相手の口座に行って終わ でもやっぱりご高齢者の方とかいい人が多いからそうでっかいうてやってまうのよ選ばれたなら仕方もある程度ちょっとあれですねちょっとひまがってるぐらいがいいですねそんなことはないととえっと一つは古いお金でも全部間違いなく使えるで銀行とか行政とかいろんなとこがお金を預か 預かりにくってことは、絶対ない。そうです。絶対ない。で、最後、お金を持って、ATM に行ってくれ。これ全部詐欺です。そうです。そうです。はい。あと、レターパックに入れておく。全部詐欺です。ところで、新紙幣はいつ手元に来るんですか。ね一応ね、僕ね、今日あの、ちょっとお金ないんです。今、財布の中も二千円ぐらいしかないから。後で、銀行おろしてくれんけど。出たら嬉しいな。出たら嬉しいな。でもね。 まあ、ちょっと今日は難しいいんじゃないですか、ね、う最近キャッシュレス決済する方多いじゃないですか <laughs>、はい、これを機に今日ぐらいはちょっと現金でやり取りしようかなという人っているのかな、うん、と,思と思ってるんですけどね。<ん> <laughs> うん、でも 絵なん中で一番最初に見たいなと思ってるんですよ。そうよな、うん。なんか誰が一番最初に手に入れる。出たらあの一万円出てきたら一万千円で売ったろうか。<laughs> <laughs> またそういう先がまた出てくるかもしれないじゃないですか。はい。もうくれぐれも本当にくれぐれもご注意いただきたいと。トレたてピックアップニュース。こだわりの朝田レニュースを紹介していきます。はい、まずはこちらです。 読売新聞によりますと、防衛省は2日午前、うん、人工知能・ AI の活用に関する初の基本方針を決定しました。うん 少子高齢化が進む中でも、自衛隊の体制を維持するため、AI で隊員の負担軽減と、精進化、省力化に取り組むとし、うんはい、レーダーや衛星画像による目標の探知、識別など、7分野で重点活用を進める方針を示しましまたそうです、ね、自衛隊も先日、また節目の年を発足してから迎えたという中で、今あるように、本当に人口減というのは、いろんなところに影響が出てくるということで、うまあこういったところで対応できることはということになっていくんですね、続いてはこちらです。 毎日新聞によりますと、出版大手角川がサイバー攻撃を受け、保有する個人情報が漏えいした問題で、同社は2日、攻撃を行ったとされる組織が、情報をさらに流出させたと主張していることを確認したと発表しました、はい。 同社は視聴内容について信憑性は調査中で検証には相応の時間を要する見込みと説明していますまあこれだけ大手のサイバーがです、ねまあははね、こういった形で攻撃を受けたということがまたオフィシャルになってということになってどれレベルで個人情報が流出しているのかというのはまだわからないところがあるんですけれども結構、不安に思っていらっしゃる方も多いでしょうね続いては海外の話題です。 インド北部ウッタル・プラディッシュ州で2日、ヒンドゥー教の集会に参加した人たちが次々と折り重なって転倒する事故があり、地元当局はこれまでに子どもを含む116人が死亡、18人が負傷したと発表しました。 現地メディアによりますと宗教指導者の演説が行われた後に人々が会場を出ようと殺到し事故が起きたとみられていますあの先日はイスラム教のメッカ巡礼の時にもです、ね、多くの方が亡くなったというのがあって、うん、まあその暑さもありますけれどもこういうところってこう,こう,うまく整理するとかわれわれできないのかなとうう思っちゃうんですけれどもね。 毎日新聞によりますと、トランプ前アメリカ大統領が2020年大統領選の結果を覆そうとしたとして起訴された事件で、連邦最高裁は1日、大統領在任中の公的な行為には原則的に免責特権が適用されるとの判断を示しました。 その内容となっているトランプ氏の行為も広く面積の対象となる可能性があるとして公的なものかどうかを判断するよう下級審に審理を差し戻しまし戻またこの判決を受けてですねもういよいよ大統領というのは絶対的な王になったんじゃないかという方もいらっしゃればというところもあるわけなんですけれどもさあ本当にアメリカの大統領選というのはまた特別なものも、ねはい、ありますけれども一体どんなこの後の大統領選も含めてということになっいますか、ね、どういうういるんでしょうかね続いてはこちらです。うん 朝日新聞によりますと2日の東京外国為替市場でタイドル円相場は 一時1ドル161円74銭をつけ、1986年12月以来、およそ38年ぶりの円安水準になりましたアメリカの中央銀行、連邦準備制度理事会、FRB による利下げの観測が遠のき、日本との金利差が縮まらない可能性が意識され、円安の流れ、続いていますまあこの円安の流れを受けて、特に輸出関連企業の株がまた変わるというところで、日経平均株価も4万円、また戻したということになるわけなんですけれども。はい さあもちろんこの円安っていろいろ考え方ありますけれどもね。百六十一はちょっとね,ね,ねというところをさ皆さんどう捉えるでしょうか。はい。続いては関西の話題です。 読売新聞によりますと日本国際博覧会協会は2日 2>、うん、2025年大阪・関西万博で会場案内などに当たるスタッフエキスポサービスクルー、まあ、仮の名前なんですが、はい、の募集で定員は600人なんですが、うん、その28倍となる1万6828人から応募があったと発表しました、うん、時給は1850円で、うん、交通費は月額5万円を上限に支給されます今これれを聞いて応募すればよかった ちょ1850円しかも。 まず万博に携わることができるっていうことが大きいじゃないですかボランティアでも参加したいという方が多い中で先発した佐伯投手は7回1安打無失点の好投、うん、両チーム無得点のまま延長戦に突入しましたが、うん、延長10回に近本選手の18打席ぶりのヒットが飛び出すなど3点を取りまして3対0で勝利しました、うん また7月に行われれるオーオールスタののファン投票の結果も発表されました、はい、阪神からは先発部門の佐伯投手、はい、そして中継ぎ部門で岩崎投手、うん、外野手部門で近本選手の3人がま去年は特にファン投票ではタイガース、ね、絶好調だったということもあってタイガースジャックみたいなこともあったんですが、はい、今年はパ・リーグが日本ハムジャックになってますからねさあオールスターどんなふうになるんのかこちらも楽しみでございます。